右投げ右打ち。ニックネームは、ペピと、ミスター・バーサティリティ。1959年、シンシナティ・レッズと契約。1964年にミネソタツインズに移籍し、1965年4月12日に、メジャーデビュー。1967年には、ユーティリティプレイヤーとして、リーグ最多の164試合に出場し、得点、アンダ、二塁打。 三塁打、投塁、出塁率、死球、木が全てで、ベスト10入りした。同年の MVP の投票では、1位、票20票のうち三冠王のカールやストレムスキーに19票が、入れられ、1票だけ、シーザーとーバーに入れられている。1968年9月22日の、オークランドアスレチックス戦では、バーとキャンパネリスに次ぐメジャー史上2人目の1試合。 全ポジション守備を記録した。一番投手で先発出場し、イニングごとに保守一塁手二塁手、遊撃手三塁手、左翼手、中堅手、右翼手とポジションを変えチ記録を達成した。ちなみに最初に対戦した打者は、バーとキャンパネリスだった。試合は2対1で、ツインズが勝利した。1969年5月18日の、 デトロイトタイガース戦の3回裏には、ロッド・カルーと共に、チームによる1イニング最多投塁のメジャー記録を作った。トーバーが3盗、本当、カルーが2投、3盗、本当を決め、計5投塁を記録した。1イニング本当2個は、メジャー対記録だった。1971年には、リーグ最多の204アンダを打ち、キャリアハイの打率。 311を記録。1972年9月19日には、サイクルヒットを達成した。その後、フィリーズ、レンジャーズ、アスレチックス、ヤンキースでプレーし、1976年に引退。1994年、ベネズエラカラカスで、水臓癌のため54歳で死去。ありがとうございます。